これが世界で一番強い7人のロボットか。この7人のロボットをこの世から消してしまえば、考えただけでも痛快じゃない。さて、どのロボットから始めるかが楽しみじゃ。それにしても史上最大のロボットの完成が待たれるわいの。ただいま油博士からロボットは完成したと知らせです。おお、できたか。よし、地下の研究室すぐ行く。お、それではエレベーターで。わあ、ついてやったか。油博士、よくやったぞ。でかした、本当にでかした。あ、やっと完成しました。あとはスイッチを入れるだけです。さあ早くスイッチを入れろ。さあさあ早く早く。ではスイッチを入れます。おお、目が開いたぞ。わしが望んでおった史上最大のロボットじゃ。わしはお前をプルートと名付ける。お前の主人であるこのわしの言う話をよく聞くのだ。プルート、お前を莫大な金を使って作ったわけは、お前にロボットの帝王になってほしいからじゃ。見よ、ここに世界で一番強い7人のロボットがいる。この7人を次々に倒していけば、もうお前にかなうものはない。その時はお前はロボットの世界王を名乗り、そして全世界のロボットの支配者となれ。さあプルート、7人の敵を倒しに行け。ミスのロボットモンブランとはお前か。そうです。それがどうしたというのですか。おお、何をするんだ。えいっちゃ。さあ、これで一人片付いた。の有名なロボットモンブランが突然何者かにコッパみじんに潰されました。目下原因を調べて。モンブランってものすごく強いロボットでしょ。そのロボットを壊したとなると、相手はそれ以上ですね、博士。うん、あ、ママ怖い。あ、どうしたんですか。あ、なんだ君は。アトムというのはお前か。出てこい。お前と勝負がしたいのだ。なんで勝負なんかするんだ。理由などどうでもいい。さあ出てこい。おじ気づいたのか。アトム行っちゃダメよ。やった。あ、おやめ。あ、よし、真上から叩き潰してやるぞ。行くぞ。うわ、なんて硬い体なんだ。よし、こんなこれだ。こんなものは効かんぞ、アトム。アトム、やめなさい。これ、やめろというのに。わしの言うことが聞けないのか。とにかくわしに任せろ。は、はい。こりゃ、アトムに何の恨みがあって喧嘩をしに来たのじゃ。よし、わしが相手になるぞ。ほどきなさい。私は人間を相手にすることはできない。何だ無用。私はロボットだけを相手に戦うように作られたのだ。何を。やめろったら。見ればお前は外国製品のロボットのようじゃが、お前を作ったのは誰なのじゃ。私はプルート。世界中のロボットと勝負をするのだ。せっかくだがアトムと戦うことは許さんぞ。もう二度とここへ来るな。仕方がない。今は一旦引き上げよう。だがアトム、近いうちに覚悟しとけ。あ、アトム大丈夫か。あとを追うな。あれとはエネルギーが違う。本当に悔しいな。博士、お願いです。僕を100万馬力にしてください。なんじゃと。
バカモン、なんということを言うんじゃ。いいかな、アトム。お前はな、10万馬力のロボットなんじゃよ。でも、10万馬力ではそれだけの力しか出ません。僕が100万馬力なら、あんなロボットなんかいっぺんに任せてしまいます。いいかい、アトム。10万馬力のロボットだって、知恵と勇気で世界一のロボットになれるんじゃ。わかったな。わかりました、博士。お兄ちゃん、あの悪いロボットどうしてやっつけなかったの？怖かったのね。だから逃げたのね。お兄ちゃんの弱虫、ブラン嫌い。ご主人様、大きなロボットがこちらにやってくるのがレーダーに映りました。お前の友達だろ。いえ、そうではないようです。私の敵らしいのです。何、敵だと？ご主人様、1ヶ月前スイスのモンブランというスーパーロボットが誰かに壊されたことをご存知でしょう。もちろん知っておる。それでそのロボットが？そうです、そのロボットが私を壊しに来るのです。うん、その機械ロボットがこっちへ来るというのか。クソ、スコットランドが世界に誇るロボットノース2号が無駄無駄と風来坊にやられてたまるか。堂々と出迎えてやれ。では行ってまいります。何をしに来たか知ってるな、ノースニー。ああ、知ってるよ。わしを壊す気だ。俺は君に何の恨みもないが、主人に命令されたのだ。俺は命令に従わなければならん。すごいエネルギーのやつだ。腕を全部もぎ取られた。しかしまだ前なんぞ。5人だ。プルート、あと5人倒せばお前は世界の王者だ。世界の王者。わしはこの言葉に何度憧れたことか。そのためにプルート、お前を作ったのじゃ。プルート、まだアトムを倒してないな。さあ日本へ行ってアトムを倒してこい。アトムはわしが誘い出してやるぞ。お前はアトムではないな。僕はアトムだよ。間違いなくアトムだ。やめろ。なんで？うるさい。俺は命令された7人のロボット以外は相手にしないんだ。お前は一体アトムの何なのだ。お
本物のアトムなら7つの威力があるはずだ。さあ言え。言わないと踏みつぶすぞ。私はタム兄ちゃんの妹よ。妹だ。アトムに妹が。そんなにレディを見つめないで。アトム兄ちゃんはあなたとは戦わないわ。何？アトムが俺と戦うのを止められているって？よし、それならお前は人質だ。いや、行きたくない。わー、誰か来て。おまわりさん、先生、ママ。え、なんですって？ウランがさらわれた？そうなんだ、ベッドのなんかもぬけの殻なんだよ。一体ウランはどこ行ったんでしょうね。全く性のない子だ。あ、そうですか。え、公園で鬼みたいなロボットにさらわれたのを見たんですって。え、なんだって。怖え。さてはあの怪物ロボットがウランを。よーし、頼んだわよ。腹の中さ。お腹の中だって？かわいそうに。早く出せ。出してもらいたかったら俺を倒してからにしろ。よし、行くぞ。アトム、今度こそ容赦はせんぞ。待てー。小僧、そいつは俺に任せろ。誰だ君は。君もブルートの仲間か？違う、俺はトルコ一のロボット力士ブランドだ。そのブルートは俺の相手だ。君の相手だって？そいつは前に俺の友達のモンブランをやっつけたのだ。だから俺はどうしてもこいつを叩き壊す。さあ小僧、どいてろ。邪魔をするならお前から先に踏みつぶしてやるぞ。ダメだ、割り込んじゃ。僕が戦う相手だ。あ、乱暴だ。乱暴するな、ブランドとか言ったな。モンブランの形を打つため今日という日を待っていたのだ。勝負しろ。よし、望みどころにお前から相手になってやる。いずれお前も叩き潰される運命だったのだ。アトム、お前との決闘はこいつと勝負をつけてからだ。その前に返すものがある。これだ。あ、ウラン。アトム、その子はなかなか勇ましい娘だ。ウラン、兄ちゃんだよ。今エネルギーを入れてあげるよ。あら、アトム兄ちゃん、どっから出てきたの？どっからもないよ、人を心配させて。ブルート、何をグズグズしているのだ。さあ、勝負だ。行くぞ。よし、来い。こいつめブランド。アトム兄ちゃん怖い。大丈夫だよ。あら、出てこないわ。きっと海の中で戦っているんだ。もう10分にもなるのに出てこない。お兄ちゃん、あの人沈んだきりよ。はあ、ずいぶん油が浮いてきたな。ブラントはどうした？あいつは海の底でバラバラだよ。しかし手強いやつだ。俺もやられた。アトム、故障だ。俺の背中のスイッチを押してくれ。そうすれば俺の主人が来てくれるんだ。え、主人だって？このままだと壊れてしまう。頼む。アトム兄ちゃん、どうぞ。アトム、恩に切るぞ。お前との勝負はしばらくお預けだな。どうしてお前はそんなに僕と戦いたいって言うんだ？俺はそのために作られたロボットだからだ。さあ、アトム、早く行け。その可愛い妹を助けに来たんだろ。ダメよ、ダメよ、アトム兄ちゃん。ウラン、帰るなんて嫌よ、嫌よ。さあ、今日は帰ろう。分かるなんてダメだよ。アトム兄ちゃんのバカ。いいか、もう二度とウランをさらうような卑怯な真似はするな。よし、この次にはきっと正々堂々とやる。よし、ウランの天馬、みんなすごく心配してるんだぞ。だってもっとバティーバトム兄ちゃんが悪いのよ。
とは何ということだ。それでも世界一のロボットか。よくもこのわしに恥をかかしてくれたな。やい、アブール博士、わしはお前にあれだけの金を渡してこのプルートを作らせたのに、このざまは一体なんだ。え、おうよ、プルートとて所詮はロボットです。時には壊れもします。そんなガラクタわしは頼んどらんぞ。いやいいか、わしは世界一のロボットを作れと言ったんじゃ。それができなければいっそプルートを爆発させてしまえ。そうじゃ、このプルートに勝ったやつは一緒にコッパみじんになるんだ。わかりました、仰せの通りにいたします。今度こそ絶対に壊れたりしません。もし壊れるようなことがあれば、自爆装置が働いて大爆発します。治りました。よし、プルート、さあ立ち上がれ。よし、さあ残りの4人はつけに行くんだ。という荒っぽいやつが。じゃあそのプルートとかいうロボットはどうしてもお前と。ええ、決闘したいって言うんです。戦わないと僕卑怯者になるんだけど。ああ、いかんいかん、お前はお茶の水博士の言いつけを守んなさい。として作られたロボットじゃからな。さあ、アトム、俺と戦うんだ、戦うんだ。いかんいかん、お茶の水博士の言いつけを守るんだ、守るんだ。10万馬力じゃ、10万馬力じゃ。そうだ、やっぱりお茶の水博士に頼んで100万馬力にしてもらおう。君はお待ちしておりましたぞ、お茶の水博士。へえ、あ、我々と来るんだ。一体何のために どこへ。じゃ、おや、博士は部屋にいないぞ。怪しいぞ、追ってみよう。ああ、もう夜が明けてきた。山の中だな。あ、降り出したぞ。うん、やってきたらしいな。お茶の水博士を連れてまいりました。いや、お茶の水博士、ようこそおいでくださった。君は一体誰じゃ、何の目的でわしをここに連れてきたんじゃ。わしは国を追われたサルタン王でな、世界一の王様に憧れておったのじゃ。ああ、するとあのプルートという怪物ロボットは君が作ったんじゃな。なかなか感がおよろしいですが。うええええ、誰じゃ。おお、帰ってきたか。博士、君がアトムに戦うのを止めたので、だいぶ手こずっているんじゃ。それで君に人質になってもらったんじゃ。ん、君というやつは。よし、プルート、アトムが来るまで博士を監禁しておけ。一体このわしをどうするつもりなんじゃ。ひゃー、ワニだ、助けてくれ。アトム、は、博士の悲鳴だ。アトム、さあもっと呼びたまえ、アトムはきっと来るぞ。アトム、よく来たな。さあ、プルートと正々堂々と戦うんだ。何が正々堂々だ、こんな卑怯な手を使って。俺たちは戦うのが宿命だ、来い。こうなったら戦います、行かせてください。
いかんいかん、お前の力をそんな無駄なことに使っては。余計なことを言うな、これでも嫌か。わしの命より大事なハンマーを。よくもやったな、よーし。さあ、ブルート、行くぞ。ちょっと待て、うちの中じゃまずい、外で決闘しろ。わしもゆっくり見物させてもらおうかな。さあ早くやれ。何をもたもたやっとるんじゃ、ほんとに。ほら、それだ、磁力線だ。やったやったやった。あれはただの岩じゃ。あ、よくか。どうだ、もう角で磁力線も出すことはできないだろう。まだ負けないぞ。さあ、行くぞ。どうした、アトム。エネルギーがなくなったんだ。チャンスだ、プルート。やっちまえ。エネルギー。なら何をする、早く叩き潰してしまえ。お待ちください。どうして助けるの。お前はこの間俺を助けてくれたな。これで借りは返したぞ。よかろう、プルート。エネルギーの切れたのを壊しても史上最大のロボットとは言えまい。今日の勝負は引き分けじゃ。アトム、どこへ行く。お茶の水博士を助けに行くんだ。よかろう、お茶の水は返そう。その代わりもう一度改めて勝負のやり直しを約束するんじゃ。やむを得ません。約束します。よし、アトム、ロボットの約束だぞ。君たちはこんなバカバカしいことをこれからも続ける気かな。もう一度考え直してくれんか。ご意見は無用じゃ。やっぱりダメか。さあ、日本へ帰りましょう。じゃあ約束は忘れるなよ。さよなら。アトム、いずれまたな。